なめ,めてんのかってなあなあ東京駅まで迎えに行ってやってじゃあホテル着いたら2時間後にもう1回迎えに来てくれって迎えに行ってそれで行ってんのになあ俺が用事あったから別に俺買い物とか好きだから、ね、2時間ぐらいなんか別に大したことねえし洗車もと思ってあのガソリンスタンド行ったらガソリンスタンド満タンねあの洗車できなかったんだよねえ 昼はやってないですっていう風に言われて会員しかやってないんですみたいなしかも予約制でって言われてお前よ俺超気使ってるよな、ね、え縁の春まで来てもらったみたいな感じねねえ、俺なんか帰りも送ってもいいと思ったもんねはっきり言ってあの根ギマさん春てる場所ですで大阪行ってなんかあのー、道頓堀とかねえ、そのー南場南行って飯も食って ねあのこの街も変えたいなーみたいなもう一回思いてえなーと思ってね青山さんと出会ったしなーみたいな俺はもうそういう予定だったんだよ俺の予定はそういう感じだったんだよお前が飲んのや新幹線とか飲んの嫌だったかもしんないけどねあの新幹線よりも俺のプリウスの方が絶対いいと思うよ、ね、途中途中で降りて。 なんかあのねパーキングエリアとかでも飯食って絶対あの早いかもしれないけど2時間ぐらいで6時間ぐらいかかるかもしれないけど、ね、なんか結構いろんな話とかして、ね、あのこれはどうだったあれはどうだったとか橘投手はどうだったとかそのドラゴンのやつあのドラゴンの被害者のこととか、ね、またそのスペシャルゲストの、まあ、吉村一さんだあの浩一さんだったけどその吉村さんのこととかもなんか俺に言わなかったけど、ね、その佐々木のこととか。 三つ星とか、総裁のこととか、ね、ちょうどいいのこととかも話して。総裁とも呼ばねえけど、俺はもう。な、ちょうどいい、ちょうどいいか大学って言うからよ。なあ、お前何なんだよ、お前マジで。すげえムカつけよ。うるついてしょうがねえよ。な、お前もその辺の、あのー、なんか、どっ、ねえ、馬の、あの、馬の骨、馬はよ、まあく食わねえぐらいのよ、バキントっていう、あのーボ、バキント菩薩っていうのがいるからよ。な、あ馬の骨とかも言いたくねえけど。 な、その馬っていう言葉さえもお前なんか使いたくねえよ、お前。お前なんかもほんと、あの、ほんとあるじゃん。な、ダボハゼじゃん。誰も食わねえよ、お前。なあ。